13人組グループ、セブンティーン、セブンティーン、のディノ、ディノ、が5日に配信された KBS クポップの公式 YouTube 番組、リムジンサービスに出演。セブンティーンで活動を始めた当初の苦労をお明かした。写真、セブンティーンディノ、民獣と密着ハグ、ディノ、小学生で、歌手になりたい、と夢抱くディノは、小学校高学年で父親に見せられたマイケル・ジャクソンのステージで、 カルチャーショックを受け僕もこんな人になろうと、その時から歌手になろうと思って、一度も気持ちは変わらなかった、と歌手への夢を抱いた瞬間を明かした。しかし父親がダンス教室を運営していたことから、セブンティーンでのデビュー前はダンスクルーとして活動。大会出場の際に声をかけられ駐車場で撮った動画が後の芸能活動につながったと語った。 鬼のような練習で生き残ったしかし、セブンティーンキャスティング後はボーカルへのプレッシャーが大きかった、と告白。僕は歌が上手じゃないからラップをしてて、だけどマイケル・ジャクソンが大好きだから歌いたくて。それで発声練習をトイレや階段、ところ構わずやっていました、と毎日居残りもして練習したと解雇した。他のメンバーからもあいつ鬼か、と言われるくらい発声練習をずっとやった。 と当時の苦労を語ると、そうやってしぶとく生き残りました、と笑顔で振り返った。ディノ、12人の、兄、のいない人生は考えられないセブンティーンでは満年、最年少、であるディノ。12人の、兄、がいてとても幸せ。いない人生なんて考えられない、と語り、兄たちの背中を見ながら成長してきたとも口にしていた。モデルプレス編集部、ノットスポンサード記事。